こんにちは、こんばんは、おはようございます。ノーミルク佐藤データラボヘッドラインのお時間です。よろしくお願いします。ということで、今日の、ニュースキャスターは、弊社スタッフ福島くんです。お願いします。皆さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ということで、なんか、今日もサッカーのニュースがなんか大量にやってきたというところで、はい、福島くんが大量にまとめてくださったみたいな感じでも皆さんあるみたいなので、一体どんなニュースが、はい、まあね、表紙に結構載ってるんだけど、10個、情報というかニュース持ってきたよというところみたいなので、今日皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな感じで、ミルアカやミルアカのサブチャンネルなんかでもいろいろ動画出しておりますけれども、こちらでもね、たくさん動画出しておりますので、できればチャンネル登録といただけると嬉しいでございます。よろしくお願いします。さて、参りましょう。ノーミルク佐藤データラボヘッドライン一つ目、はい、ダラン !ACL 決勝、チケット未だ入手できず、はい何これ、福島君。そうですね。ちょうど先ほどマリノスの方からも発表があったんですけども。はい、これはマリノスの本体ってこと本体って公式そうですね。はい。公式の方からも発表があったんですけども、うん、ちょうど今回、今週 ACL 決勝がアルアインホームで行われる予定なんですけども、もともと、2000席、うん、マリノス側にチケットをっていう形で、うん、言ってたのが、うん、相手クラブの最終的なつがり、1100席に変更するという連絡があったと。は約半減そうですね、はい。で、すでにもう、公式のツアーの方ですね、西鉄旅行さん通じて申し込まれてる方は大丈夫なんですけれども、うん、これから申し込まれる方っていうのは、今から登録して、観戦登録していただいて、うん、で、5月の24日、前日金曜日中に、うん登録したメールアドレスに、うん、当選どうかっていうのを送りますっていう、ニュースが、先ほど入ってきまして。じゃあ、ちょっと変な話かもしれないけど、はい。こういうのって得てして、こう、いわゆる見切り発車組っていうのは存在するじゃん。そうですよね、はい。まあ、チケットはある程度販売されること自体は分かってるから、はい。ひとまず先に、まず行っとかないととりあえず話にならんってので、はい。行っちゃった人はもしかしたら、手に入れられないとかっていうケースは、はい、あり得るっていうことですよね。こちらにも記載があるんですけども、はい、もし、1100席を上回る、希望の方がいらっしゃったら抽選ということで。そこは、行ったのに見れないっていう可能性が。いや、マジはい。やーば。でもだから、そうやって900人ぐらいも減らしたってことは逆に言うと UAE 側、そのアルワイン側でも入りたい人がめっちゃ多いからとかってこともあるんでしょうね、きっとね。そうですよね、はい。はー、大変。そうですよね、なかなかこれはちょっとアウェイの海外の試合になるので、まあ、なんとかして、チケットを他の席でとかっていうのもなかなか難しいんじゃないかなとかって思いながら。そうですよね。はい。いや、これだから行けるよというか、もう行ってるよという方はもう、とりあえず最低限確保されてることを願うのみではありますけど。そうですよね。はい。大変だな。まあ、とにもかくにも、そこの一大決戦マッチは、日本時間5月26の日曜日深夜1時半。そうですね。はい。か、25日土曜の25時っていう風に言った方がいいか分かんないですけど。そうですよね、はい。いやー、とりあえず買ってくれ、もう、人を使ってくれって話だけど。そうですよね、はい。なるほどでございます。はい。二つ目行きましょう。二つ目今度こちら。はい、トニ・クロス現役引退。はい。あ、これはね。ちょっとまさかでしたよね、本当に。びっくりしました。なんか、ご本人的には、なんか、すごい、自分の力がピークであるうちに引退したいみたいな。はい。そうですよね。いや、今日も朝からちょっといろんな各海外の新聞だったりとかをウェブのニュースを見てたんですけども、軒並み、このニュースで持ちきりで。いやー、そうだよなー。そうですよね、はい。すいませんね、福島キャスターの、じゃあこういう企画やんないみたいな、そんな提案して。そりゃそうだよな、これが一番多いよな、ニュースとしては。そうですよね、はい。そりゃそうか、じゃあ。これ関連のニュースがばっかりでした。ああ、なるほどですね、ありがとうございます。これはもう細かく逆に言わずともね、もう皆さんも知ってることでしょうから。そうですよね、はい。あとはだからユーロですか？そうですね、はい。もう、それが最後の。頑張っていただきたい。ね、はい。そうですね。地元ですからね。はい。そうだもんね。はい。はい、わかりました。じゃあ続いて3つ目いきましょう。今度こちら。相馬勇紀、川ザピア対談。あら、これこちらは。入ってきたニュースではあるんですけども。はい。やっぱりちょっと、要は一応レンタルという形で。名古屋からね。そうですね。はい。行ってるっていうところなんですけども。まあ、買い取るには、ある程度ちゃんとしたまとまった移籍金が必要というところで、ちょっとそこまでの金額が出せないんじゃないかなっていうところで。カーザピア側がね。そうですよね。はい。これなんか、まあ、ここまで言い始めたら難しいことなのかもしれないけど。はい。なんか、カーザピアだったら、あとディナモ・ザグレブ、金子拓郎選手だったりもそうだけど、はい、ある意味ではお金あるチームに行っとけばこういうことにはなってないのかなってのもちょっと思うし。はい。もっと逆に言えば、だから売るときにもっと価値がある選手なんだよってことを伝えておかなきゃ、ブラジルとかもそうだけど、みたいな感じで言わなきゃいけないのかなってのも思うし。はい。あとはでも、ただ、あれですね、来季、まだ、それこそ相馬選手なのであれば、なんだろう、働ける年齢でもあるし、ヨーロッパでもやれなくはないから、はい、ちょっとね、J 以外での新天地が見つかるか、それとも名古屋戻るかってことでしょ？そうですね、はい。うわー、大変。これ、福島さん的にはどっちだと思いますか？方向性となるか。そうですよね。まあでも名古屋としては、もう大きな戦力になると思いますので。そうだよね。まあいいのかなと思いますけど、でも本人としては多分やりたい、海外ではやりたいんじゃないかなとかとは思いますよね。そうだよね。あと名古屋としてはもちろん戦力ってこともそうだけど、それだけレンタルで出したんだからこそ、それこそ移籍金として大きく掴み取りたいっていうのもあるだろうからね。いやー、ちょっとここも気になるところですね。はい。はい、ありがとうございます。そして4つ目も移籍系の話なんですが、こちら。はい。この夏もサウジアラビアの移籍数多そうといただきましたけど、福島さん。はい。こちらは。そうですね。これもちょっと海外の新聞のところ見てたんですけども、はい、やっぱりアルイテハドですよね。ベンゼマのいる。今年も、補強にっていうところで、今、バルセロナのテアステゲンの獲得を狙ってるよっていうので。いや、はい。先ほどもニュース出てましたけど、またマンチェスターシティのエデルソン、ゴールキーパー。こちらも狙ってるよとかっていうので、まあ今年もサウジの移籍はまだまだあり得るんじゃないかっていうところで。いや、やばいな。他にもね、なんかデブライネだったり、サラだったりって名前もある。そうですね、はい。またビッグネームがヨーロッパから離れるなんていうケースは出てくるわけですね、そうなるとね。そうですね、はい。なるほどな。今年も、はい。なるほどな。ここもどうなるかだけど、やっぱね、でもお金的なものとかもあるだろうし、生活ももちろん大事だし、家族支えなきゃいけないってことを考えると、判断難しいですね、先生。そうですよね。はい。なるほどです。ありがとうございます。はい、続いて5つ目も、ある意味移籍系の話なんですが、今度こちらでございます。そうですよね。はい。指宿博、新天地決定。はい。こちらは？そうですね。今年、かなりの大活躍の、指宿選手なんですけども、はい、まさか対談発表がされたのではあったんです。はい。もしかしたら J リーグ復帰かとかっていう話もありましたけど、ここに来て、ウエスタンユナイテッドっていうチームが、獲得を発表したっていうところで、出まして、ウエスタンユナイテッドには、元柏レイソルだった松本山にいた、今井選手だったりとか、コンサドーレにいた段崎陸選手、がいるということで、日本人選手が3名ということで。ポジションも被んないしね、別にね。そうですよね、はい。なるほどね。移籍が決まったというところですね。そうか、あれだけのね、スコアを残したってところ。そうですよね、はい。注目してはいたけれども、ね、なるほどですね。じゃあ、今度からは日本人3名体制で戦っていくということですね。はい。了解しました。じゃあ、続いて今度6つ目。これは移籍系じゃないし、なんかどうやらこれ福島区が見つけてきたものなのかなって話なんですが、こちら。すいません。はい。横浜の世界選抜戦、そうですね。ちょっとこれ、SNS から発見したものであるんですけど、ちょっとニュースが定かどうか、ちょっとあれなんですけども、うん、ちょうど、5月の19日ですかね。はい、はい。元FC バルセロナのレジェンドのプジョルさんが日本に来られたということで、うん、はいはい。で、その時に、栃木の方でイベントをされてたみたいなんですけども、うんうん、で、その中の時に、ちょっと主催者の方から11月に、もしかしたらちょっと横浜で世界選抜を招いて試合をするよとかっていうお話がちらっとあったとかっていうのをネットで見かけまして。はい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 。はい。こちらのニュースに持ってきました。なるほどですね。はい、僕的にはちょっとこれちょっと一昔世代の選手たちが結構好きなので、うん、そういった試合が見られるのが嬉しいなっていうので。ああ、そうか。はい、これ実現したら福島行く？ああ、行きたいですね。めちゃめちゃ楽しみです。はい。実現してほしいね。なんかでも、結構日本で今年もほら、これね、我々的に言うと直前に収録したりするんですけど、はい、明日ね、我々はね、こんな動画を皆さん出すんですよ。こちらね、はい、今回激突ってので、今年やっぱヨーロッパクラブがいろいろ日本にやってくるよって感じで、それもまとめた動画にはなるんですけど、はい。なんかめっちゃヨーロッパクラブやってくるっていうところがあったりするから、はい。なんかそういうところからいろんな約束を取り付けた上で、結構なんかリアルでね、こういうこと日本でもやってくれんじゃねえかなって思ったりしてるんですけど、はい。実現するといいね、これはね。そうですね。昔は、中田英寿さんが主催して、うん、テイクアクションのイベントでありましたね。はい。あれは僕も見に来ましたね。モーリーを来たりとか。ああ、なるほどね。ダービッツとか、セドンが来たりとかっていうので。はい。そうか。だからそういう系のことがもしかしたらってことですね。そうですね。はい。なるほどです。ちょっとそれに紐づいて、ちょっと、はい、こんなのもなんかニュースとしてはあったみたいで。はい。FIFA 総会開催されるとのことで。そうですね。されたっていうことですね。はい。ただね、これね。そうですね。はい。はい。はい。本田選手とか、本田さんとかがなんか出席されたみたいなんですけど。そうですね。先週、行われたっていうところなんですけど、うん、タイのバンコクで行われたっていうところで。そうなんだ。はい。で、そこで本当にいろんな、ルールのことであったりとか、うん、今回大きかったのが2027年女子ワールドカップをブラジルで開催しますよっていう発表がそこであったりとか。俺の発表のやつはここだったんだ。そうですね、はい。で、そこは本当なんかこの総会では、いろんなこの、元選手だったりとか、関係者の方が集って、そこでちょっと、レジェンドマッチみたいな試合をしたりとかっていうので、往年のスーパースターのシェフチェンコだったりとか、フィーゴだったりとか、プレゼゲーとか、エトーとか、セドルとか、カフーとか、そういった往年の選手たちも、その中に本田、圭佑選手もいらっしゃってっていうところで、で女子も岩渕真奈さんもいたりとか、すごいね。っていうので、はい。出てたみたいですね。はい。で、もちろん、日本の会長の、宮本恒靖会長も出席されて、ゲームに参加される。まあ、ここで本当にロビー活動とかっていうのをされてるんじゃないかなとは思うんですけど。なるほどな。はい。すごいな。そういった総会がありましたっていうところですね。ちょっとこれ関係なんだけど、はい、例えばあれ動画上げなきゃね、福島くん、前のね、はい、福島くんもとりあえず、2、3ヶ月前にとりあえず、とある総会に参加してきた。そうですね、はい。あれなんだっけ、何に参加したんだっけ、あれ。FIFA の、法律だったりとかに関わる総会、集まりですよね、はい。それがあれだもんね、日本で開催されて、はいっていう福島君参加してきたんだもんね、それね。そうですね、はい。すごいでしょ、皆さん。させていただいてというので。はい。そういったこともありました。はい。いやー、ちょっとこれまた改めて別途動画出そうと思いますので、皆さんそちら見ていただければと思います。はい。で、あとは、もう一つこんなのもありまして、はい、トッテナム対バイエルンが韓国で行われることが決まりました。はい。これそうですね、何こはれ、い。これは。そうです。日本に続いてなんですけど、韓国の方でも最近、あ結構海外のクラブを招いて試合することが多くて、で、今ええ、年の目玉として、うん。ソン・フンミンのいるトッテナムと、キム・ミンジェのいるバイエルン・ミュンヘンいというや、ところでで、かい。その2チームがソウルで、ワールドカップスタジアムで試合しますよということで、あら発表らされまら。した。でかいね。そうですね、韓国の方にとってみればもう、めちゃくちゃ面白い試合になるんじゃないかなと思って。そうだよね。ちょうどマッはチアップしい。てるとこでもあるし。そうですよね、いやー、ちょっとね、なかなか韓国は今回はオリンピックに行くことはできないっていうのはあるかもしれないけど、そのは代わい。りちょっと国内で盛り上がる行事があるっていうのはこれいいことですね。そうですよね、う今、韓国もそうーいっん。たサッカーも人気があるスポーツの一つになってますので、そうだよね。で、あとはい。は、さっきのトニー・クロスなんかもそうだし、あとは、このメンバーなんかもそうだけど、あとはユーロ次第ってところもいろいろあるだろうから。はい。で、今ちょうどそのユーロの出場選手が続々発表されている状態になっているんだけはど、い。残念ながらこの収録日5月22日の段階では3週間ぐらい後に迫ってる開幕に対して、まはい。だどの配信者またはテレビ局等々からもやるよっていうリリースはない。そうなんですよね、うーん。結構本当に各チーム、今回もスター揃いで、みうんな見ん。たいなっていうのは僕も見たいんですけど、うん。配信がないとっていうところですよね。そうですよね。だから一応ね、これ、はい。ミルワカでも、そしてこっちのチャンネルでも、ユーロはい。対策用の動画を作ろうかなと思ってはいたんですけど、はい。あくまで現状だと日本で見る術がないかもしれないんで、そうなるとちょっと動画作はってい。も、あんまりちょっとしょうがないところがあるから、やらないままで今いてしまって、たはだい。配信があるよっていうふうに分かったらなんか動画出すかもしれないですけど、はあい。とはもう、ちょっと出てくるニュースのタイミングによってくるんだろうなーってところになっているので、皆さんちょっとそれに関してはお待ちいただくかというか、はい。待っても配信があるのかだからちょっと、とりあえず気長に待ちましょうって話ですね、今後はね。そうですね。そして今日のラストでございます。やっぱり最後は京都の話でしましょう。はい。長期勢監督続投方針。そうですね。我これ良々、か京っ都たんさでんすからね。そうですね。いろいろあったとは思うんですけど、今朝、社長の方からそういった、うん。もう続投を明言するということいで、ニュースがや発表されたので、ー、よかったひね。とまずは、長期 J 監督ということで、うんうん。はい。なん僕かもうん。応援していこうかなと思いますね。前日にはね、こっちのチャンネルでもその京都に関して今どう思ってんの系の動画もそう出でさすね。せていただいたりとかもしてます。結構ね、いろんな方に見ていただいて皆さんありがとうございました。ありがとうございます。まあね、なんで京都はその長期さんのままで、あとはこういろいろ手を変え、品を変え、いろんな形でこう価値を目指していくってところはあるでしょうから、そこはまい。たね、ファンサポーターの方も一丸となって多分やってかれると思うので、まだちょっとね、今後、そういうこと、どんな感じで得点をつかみに行くのか、どうやって失点、減らしていくのかってところも注目してまいりましょはう。い。というそうでこすね。とで、今日はまた、10個のニュースを、キャスター、福島さんに拾っていただいた次第でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございいまや、とす。いうことで、たまにちょっとこういう企画もやってみようかなと思いますので、こういうこと読んでとか、なんかいろんな企画案ありましたら、それもコメント欄でいただけたら幸はい。いでよございます。よろしくお願いします。ろしくお願いします。ということで、飲み草とデータラボヘッドラインでございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またです。